ロイカーン・ロイカーンは、ノルウェー出身の歌手、コンセプションを経て、キャメロットの一員として活動。シンプルにカーンともクレジットされる。18歳の時から3年間、音楽大学で声楽とオペラを学ぶ。その過程にあった1991年に、オーディションの末プログレッシブメタルバンド、コンセプションへ加入する。ヘビーメタルのクラシックなルックスを重視していたバンドだったが、 カーンはロングヘアを好まなかったため、当初はカツラを着用していた。またバンドを始めて間もなく、当時の教師から、オペラの道かメタルの道かどちらかを選ぶように問われ、過去の遺産を歌うよりも、自分だけの歌を歌い続けることを望み、以後はクラシック音楽ではなく、ヘビーメタル界に進むことを決意する。バンドは、自主レベルの CSF レコードを立ち上げて、アルバム、 ザラスとサンセットを発表した後にノイズレコードと契約する。1997年までに合計4枚のアルバムと1枚の EP をリリースした。カーンはアルバム CG ペリロス制作中にシンガーを失ったキャメロットに参加。以後はバンドの中枢であるトーマス・ヤングブラッドと共に作曲においても重要な位置を占めている。2005年に再結成したコンセプションにも参加し、 キャメロットと並行して活動した。2010年9月、時期ツアーの最終リハーサル中、カーンは体調不良になった。この影響でキャメロットは北米ツアーを延期することになる。当初のアナウンスではカーンが病気になったと報道された。その後のルウェイの報道機関に自身の衰弱状態が燃えつき症候群によるものであるとカーン自ら告げた。 その時点において、キャメロットを脱退し自分の健康状態と家族を優先することをすでに決心していたと後に明かしている。しかし、ヤングブラッドや他のメンバーと相談した結果、カーンの健康状態が回復し考えを変更するかもしれないことを考慮し、キャメロットとしては脱退を公表しないこととしていた。2011年4月21日、カーンは自らブログで脱退を発表。 その後キャメロットも公式に脱退を発表した。キャメロットの公式発表の中でヤングブラッドはカーンは長い時間をかけて結論を出した。キャメロットはその結論を尊重している。と記している。2012年6月8日にヤングブラッドはインタビューにて脱退後もカーンとはまだ連絡を取り合っている。と話した。また、カーンの健康状態は現在は良好であり。 幸せな生活を送っている。ノルウェーで家族と暮らしながら仕事をしている。とも述べた。アルバムライブアルバム。ありがとうございます。